人生で最も貴重な瞬間、それは決断の時である。太平洋戦争は我々に平和の尊さを教えたが、また生きるための教訓を数多く残している。戦闘機、この戦闘機は軽快な操縦性能を誇ったが、航続距離が短いのが最大の欠陥であった。そのため1939年以来、大本営陸軍部の航空作戦担当者たちは近代戦に備えてこの改良に必死であった。改良と実験が幾度となく重ねられて、海軍の新鋭機ゼロ式戦闘機と同じエンジンを搭載した新鋭機が誕生した。7ミリ機関銃2丁、最高時速515キロ、最大の欠陥であった航続距離を翼の下に落下燃料補助タンクを取り付けることによって解決した。これが日本陸軍が世界に誇ったはやぶさ戦闘機である。第64戦隊の隊長加藤武雄少佐は、このはやぶさの高性能を発揮させるために率先して激しい訓練飛行を開始した。1941年12月、加藤少佐の指揮する第64戦隊は、まず山下智之中将の指揮するマレー半島上陸部隊の大船団を援護して、インドシナの富国島からタイのナコインへ飛んだ。任務を終わった加藤はやぶさ戦闘隊は、さらにマレーのコタバルへと前進基地を進めた。その進撃ぶりはまさに神業と言うべきだった。我が上陸部隊は突進作戦を続け、マレー半島のペラン川へ進出した。だがこの橋が敵に破壊されれば、マレー半島突進の目的であるシンガポール攻略が3ヶ月遅れることになる。我がはやぶさ戦闘隊はその破壊工作防止のため、アルロスタ基地へ移動して待機することになった。橋を破壊するとすれば、クアラルンプール飛行場の撤去だ。しかし我がはやぶさ戦闘隊は飛行士団の命令通りにのんきに敵の出てくるのを待つほど気は長くない。こっちから先に出て行ってクアラルンプールの撤去を叩き潰す。これは俺独断の命令だ。分かったか。はっ。
おい高山、一枚取ってやる。はい。Hayabusa は行く雲の果て、欲に輝く日の丸と胸に描きし赤鷲の印は我らが戦闘機。プールの攻撃は加藤少佐の独断命令であったが、その行動は冷静な状況判断による臨機応変な処置として南方軍総司令官から祝電を受けたのである。1月9日、加藤少佐の指揮する第64はやぶさ戦隊はさらに南下し、イポーを基地とした。この基地から連日シンガポールへ出撃、味方重爆撃機とともにシンガポール航空基地の爆撃を成功させたが、ハリケーンを主力とする戦闘機を発見することができず、はやぶさ戦闘隊にとって決戦らしい決戦はなかった。1月29日、加藤少佐は数機でホタバルから出撃する日本軍のシンガポール爆撃隊を援護するために飛び立とうとしていた。まだ直らんか。はっ、もう少しであります。待っておれ、先に行くぞ。おもり、後から追いつくんだぞ。
必ず。しかし援護すべき味方の爆撃隊をついに発見することができず、帰らざるを得なかった。遅れてしまったな。早く隊長たちに追いつかなければ。あ、爆撃隊だ。お、援護してるはずの隊長たちがいないぞ。隊長は不機嫌で口も聞いてくれん。じゃあやっぱり援護できなかったことを。うん、晩飯も食わねえんだ。お、大盛りだ。お、自分は一機で応戦。それで味方の爆撃機の方は。二機です。やられたか。許してくれ。隊長殿、今日シンガポールへ出撃した爆撃隊から緊急電報が入りました。読め。伝聞には大森総長が一機でハリケーン2機を撃墜、勇敢に援護してくれたことを感謝し、撃たれた味方の爆撃機2機は不時着し、全員無事であることが記されていた。そうか、助かったか。よかった、よかった。加藤はやぶさ戦闘隊をはじめ、日本軍航空部隊の活躍の前に、イギリス空軍の組織的な挑戦はほとんどなくなった。そして山下智之中将の指揮するマレー半島攻略部隊もシンガポールへあと一歩と迫った。しかし連日の戦闘で加藤はやぶさ戦闘隊もかなりの犠牲者が続出していた。その頃パレンバンの油田を無傷のまま占領することを目的とした日本陸軍最初の落下傘部隊が計画されていた。2月5日、加藤少佐は単身で来栖基地に急行。
第三飛行隊長を訪れた。敵の兵力はシンガポールに集中しています。パレンバンはシンガポール陥落前に攻略すべきです。航空写真によりますと、パレンバンの敵航空基地はジャングルの中に隠され、大型小型合わせて約100機が集結しています。落下傘部隊を無事に降下させるためには、まず航空撃滅戦で制空権を確保すべきです。その任務を自分の隊に与えてください。君の隊はこれまでの戦闘でかなり戦力を失っている。現在の戦力では到底援護は無理だ。確かに一部の戦力は失いました。しかし投資は十分です。必ず成功させます。やらせてください。止めても聞く君じゃないだろうな。はっ。かくて加藤はやぶさ戦闘隊はパレンバン航空撃滅戦に備え、さらに南に下り下半を前進基地とした。我が部隊は第三飛行団の軽爆撃部隊と協力、パレンバンの撤去を撃滅する。どんなことがあっても成功させなければならない。そのためには自分一人の手柄に走らず、あくまで部隊全体の力を発揮するよう各自心がけてほしい。まずパレンバンイギリス軍基地を急襲し、さらに2月4日落下傘部隊を援護のためにハヤブサ戦闘部隊は出撃。決死的な活躍によってパレンバン占領の成功を支えた。ハヤブサ戦闘隊は息つく暇もなかった。パレンバンが終わると大領チェンマイに転進、ビルマ領のアキャブ基地への連日にわたる攻撃を開始した。みんなご苦労。命令を下す。部隊は直ちに牢縁を叩き、残った敵を撃滅する。まだやるんですか。戦闘員は昼夜を問わず常に出動態勢にあることが最大の任務である。すぐ出てきやがる。その頃加藤少佐は目覚ましい活躍に対し多くの感謝状を与えられると同時に中佐に昇進した。5月21日イギリス軍爆撃機を追撃したが、チッタゴン上空でその姿を見失った。あ、清水！清水、必ず探しに来てやる。待ってろ。明日の午後には公式払って本軍の基地へ移動する。それまでに必ず清水中尉を探し出してほしい。あ、わかりました。現地の義勇軍に全力を尽くして探させます。頼む。翌22日の正午近く、ハヤブサ戦闘隊は連合軍航空部隊撃滅のため東宮基地へ移動する準備を完了。加藤隊長の出撃命令を待っていた。隊長殿、出発の時間であります。もう少し待とう。遅いな、隊長は。予定の時間よりもう2時間も経ってるぞ。清水、無事で戻ってくれ。隊長殿、もう時間が。
清水だ、清水が帰ってきたぞ。ついに第64ハヤブサ戦闘隊長加藤武雄中佐はベンガル湾の海底深く永遠に帰らぬ人となった。時に5月22日午後2時30分しかし加藤中佐は生きていた。その不屈の闘志と精神は部下たちの心の中に生きていた。Thank you.